はい、こんにちは、タコです。今回は、お金と幸せを引き寄せる考え方という話をしていきたいなと思います。まず、大前提として、まあ、お金はツールですということですね。まあ、価値と価値を交換するツールでしかないということなんですねで。このことをね、最初にお伝えしておかなければならないということなんですけど、何かと、ね、交換しなければ、 お金っていいいううののは何の意味もさないということなさととこんですね。例えば、貯金を1000万円持っていようが、1億円持っていようが、それは単に銀行預金の数字が1000万、1億という数字がついているだけで、貯めておいても何の意味も果たさないんですよね。お金を払って食べ物と交換しますと、そうしたときにお金そのものは食べられないけど、食べ物は食べれるわけですよね。 お金を払って車と交換しましたお金そのものは人を運ぶことはできませんけど車は人を運ぶことができるわけですよお金を払ってスキルや知識と交換しましたとお金そのものは人を成長させてはくれませんけどスキルや知識は人を成長させてくれるわけですよねこんなふうにお金単体では何の役にも立たないただの紙切れなんですよねこの本質に気づく必要があるんですよ で何かと交換することによってお金っていうのは初めて進化を発揮するんですよね。だからお金を使うことによって、ね、人はお金の進化、ね。お金っていうのは使うとこういうことが起きるんだっていうことを負に落とすことができるんですよね。だからお金を使うとね、こんな体験をすることができるんだっていうのをやっぱり心から感じることができるようになるってことなんですよ。ね、だから実は お金にメンタルブロックがある人っていうのは、お金を使い慣れてろいろな,、ねまあ、なことに使ってないから、ね、使ったら実際にどうなるのかっていう本質がわからないんですよ、ねまあ、例えばですけどお金はまあ呼吸と同じなんですよねで呼吸っていうのは人が空気を吸って吐くっていう行為ですよねで空気をいっぱい吸ったら、ね、そのまま溜めておく ことってでできないわけですよね空気をいっぱい吸ったら次は吐くっていう行動をしなければまた新しい空気っていうのは吸えないわけですよね呼吸っていうのは人の体を通じて空気が巡る循環することで成り立ってるわけですよでそして、まあ、人は呼吸っていうのね無意識に何度,何度も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 繰り返してるからもう呼吸することに慣れてるわけですよね意識しながらね一生懸命 酸素を吸おうとかね一生懸命酸素を吐こうとかね一回一回緊張しながらやるってことはないわけですよ無意識に呼吸することができてるわけですよねでお金も一緒なんですよお金もね使って稼いで使って稼いでこの循環っていうのをたくさん繰り返していくからお金を扱うことに慣れていくんですよねだからお金を使ってしまうとね将来どうなるかわからないとかねまあ老後が不安だから おお金をできるだだけ貯めておくんだみたいなね、こういう人を言うことがあると思うんですけどまあね今以上に収入をねはるかに伸ばしていくっていうことを考えていった時にちょっと難しいんですよやっぱり考え方的にね、まあ、なぜならお金をたくさん使えないからですよね将来どうなるかわからないからできるだけ節約節約節約って言って普段の生活のねお金を使う ことに制限をかけてしまってるから、やっぱりね、たくさんお金を使うとどういう体験が得られるのかっていうのを知らないわけですよね。お金を使ったらどういうことが得られるのか、ね、交換してみてどういう結果が得られるのかっていうことを体験してないわけですから、ね、そ,そもそもお金を使ってどうなるかっていうことがわからないわけなんですよ。ね。で、お金が増やしていきたいと。ね。この増やしていきたいっていうのは、ね、今、 稼げる金額のまま貯金してお金を増やしていきたいっていう考え方じゃなくて、収入をどん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 増やしていきたい、ね。例えば月収20万が30万、月収40万、月収100万、200万、500万とかね。そうやって収入をね、爆発的に増やしていきたいというふうに考えてるんだったら、やっぱりお金をね、循環させて、お金っていうものがどうなのか、どういうものなのかっていうことをやっぱり体感して負に落としていく必要があるんですよ。 どんなになんかこう教科書とかでお金の勉強、まあ、こういう音声を聞いてねお金っていうのはこういうものですよっていうふうに、ね、知識で分かっていたとしても実際にお金を使うってことをしていない人っていうのはねやっぱ頭でっかちになって本当にお金を使ったらどうなるのかどういうことが起きるのかっていうことを知らないわけですよ。ね まあだから確かにまあコンビニでね毎日買い物してますとか、毎日スーパーで何か買ってますとか、たまに洋服とかも買いますよとかね、そういうふうに言うかもしれないですけど、そういう日用品を買うっていうことに関してのお金の循環には慣れてますと。だけれども、ちょっと高級品だったりとか、ちょっと贅沢品、要はちょっと高額なお買い物をするっていう時になると、どうしようかなっていうふうにちょっと慎重になってしまうっていうね、ところがあるわけじゃないですか。ね。 でその状態を変えたいからお金を増やしたいと思っているわけですよね、だって今までの状態でいいんだったら、別に高級品を買うとき、ね、贅沢品を買うときも、ちょっと考えちゃう自分でいいとうう思えているんだったら、別にお金を増やさなくてもいいですよね、そのままでいいじゃないですか。 でも、収入を、ね、どんどん伸ばしていきたいとうう思っているということは、やっぱりそういった今まで自分が、ね、なかなか手が出なかった商品を簡単に買えるようになったりとか、ね、今まで受けたことのないような商品、サービスを手軽に受けれるようになりたいとか、ね、なんただお金を増やしたいということが目的じゃないと思うんですよ。お金を増やすことによって、何かね、もっと今まで体験したことのないような、何かを得たいから、ね、収入を増やしたいと思っているわけですよね。うん、ってことうこはですよ、 逆にやっぱりお金を使うことに慣れていかなかったらね、ただ貯めて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 ってね、今の収入でね、例えば月収20万ですと、それで月に5万円貯金できますということで、ずっと5万円、5万円、5万円、5万円5万円で貯めていくことはできるんですけど、だけど貯めていって、貯金が1000万、2000万になったところで、使ったことがないわけですからね。 貯めてててていいっっ自分のの生活っていうのはね節制してるわけですよお金を貯めるために自分の生活っていうのはすごい切り詰めて生活してるわけですから、お金使うことができないわけじゃないですか。そうすると、ね、銀行預金の数字はたくさん増えるんですけど、じゃあ実際に、ね、お金を使いましたっていう経験値がほとんど溜まってないわけですよね。 もう本当に切り詰めて日用品を買うっていうことだけしかしてないわけですから、まあ、例えば自分のスキルとか技能とか、ね、成長にお金を投資したことがありませんとか、ね、大きな買い物をとにかく贅沢品だったりとか、まあね、自分が将来、ね、お金が貯まったら収入が増えたらこういうものを買おうっていうふうに思ってるものが買えませんとなぜなら貯めてるからですということであればじゃあいつになったらそれを体験するんですかっていう話なんですよ。 人は体験できてないことをねえ、本当に負に落とすことっていうのはできないんですよ。ね、誰か他人に、ね、こういうものを買うとこういう風になるよとか、ね、知識で、ね、誰かに教わったとしても、本人が体験してなかったら全く意味がないんですよね。知ってるだけで、ね、負に落としてないので、実際にそれがどういうことなのかっていうのを知らないのと一緒なんですよ。ね、だから実際にやってみるしかないんですよ。お金は、ね、交換のツールですと。これが負に落ちてるんであれば、ね、 貯めるっていう行為そのものが、まあ、基本的にまあ無意味とまでは言わないですけど、ね、収入を伸ばしていきたいとね。ね 別に今の収入のままお金だけ貯めていきたいんですと今の収入の範囲で貯金できればいいんですという方は全然いいんですよ、この音声聞く必要はないんですけど収入を伸ばしたいとうう考えている場合は、ね、今よりももっとお金に使い慣れていく、ね、循環させるということを覚えなければいけないわけですよねお金を使うとこういうサービスが受けられるお金を使うとこういう商品と交換できると、ね、いやこんなにいいんだなお金っていうふうに無意識にどんどんどん,どん分からせていくわけですよ。ね そういうふうにしてあ、お金って稼ぐとすごい良いことが起きるんだなっていうのが体験できたから、初めてお金を稼ごうっていう、本気でね、そういうふうに思えるようになるんですよ。だからね、ね、えー、そのお金をね、貯めている理由っていうのが、まあ、例えば今起きていない、ね、将来起きるかもしれない不安とか恐怖のためにお金を貯めていると、ね、いうことであれば、やっぱり厳しいですよね。お金を使えなくなってしまうわけですから。 ね、収入を伸ばすためには呼吸と同じようにお金をね循環させる必要がありますと、ね、なぜならお金を使うとどうなるかっていうことを自分の無意識に落とし込むためですよねでもその行動ができないわけですから本当にお金を稼いだらどうなるのかっていうのはイメージできないわけですよ頭にどんなにねイメージしようが実際に使ったことかなければね負に落ちてないわけですから、ね、机上の空論ってことになっちゃうわけですよね、うん、だから自分がもしね 収入を伸ばしたいと。今よりももっともっとね、おっきな金額をね、収入を得たいということであれば、ね、今までのね、お金の循環のさせ方のレベルから、もっと大きなお金の循環させ方にね、自分を持っていかないと、ね、やっぱり、 お金だけ増やすす、ねえー、ってことは難しいんですよ、ね、自分がどうやってお金を、ね、使ったらどんな素晴らしいことが分かるのかっていうね体験できるのかっていうことを知らないのに、ねえー、お金をね増やすってことがやっぱり難しいんですよ、ね、無意識がお金を増やしてねどうなるのかを知らないわけですから増やす理由がないわけですよねだそういう意味でも循環させて循環させてねい、えー、くことによって、まあ、自分っていうね体を通して 使って稼いで、使って稼いで、いろんな体験を通していくことによって、あ、お金ってこういうもんなんだなっていうことに気づいていくわけですよね。うん、で、まあ、やっぱりね、えー、お金っていうのは、あのー、もう私もね、お金ですごい困った時期ってあるんですよ。ね、もう本当に食費も切り詰めて切り詰めて、ねえー、今日3食食べれない、2食、1食かもしれないと。 いうようよよな生活をしたこともあるんですよねでその時の自分の幸福度とね今ってそんなこと全く気にしないんですよね、まあ、好きなものを食べてね、えー、もう外食だってするし、ね、好きなところに行って、えー、値段気にせず外食したりとかっていうのができてるわけなんですけど、ね、今の自分とやっぱりね昔のそのねお金にすごい困ってた時の自分 やっぱ比較するとやっぱ精神状態も、ね、今の方が全然安定してるんですよ、ね、だから、まあ、お金と幸せっていうのは全く関係ないとか、ね、幸せは、ね、お金では買えないよねっていう人もいるんですけど、まあ、それはその意見で否定はしません、ね、だけれどもその、ね、お金は別にいいんですよ稼いでも、ね、お金を稼いで、ね、何かと交換して商品やサービスと交換してその交換した商品やサービスを 通じて幸せを得るってことはできると思うんですよね。うんまあ、例えばですけど、分かりやすく言えば、ディズニーランドにね、行ったことがあるという方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ディズニーランドに行ったら、ね、すごく楽しい気持ちになるじゃないですか、ね。もちろんディズニーランド嫌いっていう人もいるかもしれないですけど、ね、結構多くの方がディズニーランドに行って、ね、すごく、ね、幸せな気分になって帰ってくるという体験をしたことは一回でもあると思うんですよね。それっていうのは、銀行口座にね、あの ディズニーランドのチケット代を入れておいたら全く体験できないことなわけですよ感じることのできない幸せなわけですよでも銀行口座からね一日じゃ今日ディズニーランドでお金使おうとねもう好きなだけねご飯も食べて好きなだけ乗り物に乗って一日遊ぼうっていうふうに決めてお金を投資しましたとね でお金を使うことによって、そういった、ね、ディズニーランドでサービスを受けたり、ね、食事をできたりとかっていう体験を買うことができるわけですよ。その体験を買うことによって、ね、確実に得てるわけですよね。気持ちが良かった、すごく楽しかったっていう体感を得てるわけですよ。ね、要は使って初めて、ね、何かに気づくわけですよね。使わなくて銀行口座に入れといたら何も気づかないんですよ。ね、お金ってそういうものなんで、 ね、わ、まあ、かりやすい例で言いましたけど、ね、自分が手に入れたいもの、自分が欲しいもの、自分が手に入れたい生活とかっていうのに、もしね、それ相応のお金がかかるっていうんだったら、ね、やっぱりそれ相応のお金を自分で循環させていかなかったら、ね、それを体験することができなかったら、あ、また行きたいなって思いませんよね。ディズニーランドも一回行ったことがあるから、じゃあまたディズニーランド行くために、 頑張って稼ごうっていうふうに思えるわけですよ。ねまあ、ディズニーランドだったらまあ数千円っていうことで行けるわけですけど、まあ、それが例えばじゃあハワイに行きましたとかでもいいですよね。ハワイ旅行に行って、ね、もう本当数十万使いましたと、ね。お金は投資したんですよ。だけれども、ああ、すごい体験をしたから、ね、またハワイ旅行に行きたいと、ね。年に1回とは言わず、2回も3回も行きたいって思えば、あ今の収入のままじゃ足りないなってなるわけですよね。じゃあもっと頑張って稼げる方法はないかなっていうふうに脳が逆算して考えていくわけなんですよ。ね だから、使って、ね、その素晴らしさに気づいたから、ね、じゃあその素晴らしさを無意識で感じたから、無意識が自動的にじゃあお金を増やそうっていう気持ちになるわけですよで。循環させるっていうのはすごく大事なんです。で、その循環させているレベルですよね。そのレベルが別に今の状態のままでいいっていうんだったら変える必要はないわけですよ。だから、より大きなものを求めているんであれば、やっぱりより大きな、ね、お金の使い方をして循環させていかないと、その体験っていうのを、ね、知ることができないわけですから、 だからね、先にやっぱり出さなきゃいけないってことなんですよね。貯めて貯めて出さない、出さない出さない出さないってやってたら、体験することが一生できませんから、まず体験して、その後にね、えー、じゃあどうなるかっていうことがあ待ってるわけですよね。だから、ね、まあ、この話で言いたかったことっていうのは、あまりにもね、えー、ありもしない不安とか恐怖に結構とらわれすぎてるっていうことなんですよ、お金に対してね。 必要以上にお金にメンタルブロックが入っちゃってるから、だからこれが厄介なんですよね。別にそんなビビることないんですよ。お金って、ね、最初にも言いましたけど、交換のツールでしかないんで、ただの紙切れなんですよね。その紙切れに対して、ものすごい、なんかこう、深刻化しちゃってる。ね、お金って本当になんかこう、なん、なんて言うんでしょうね。 もうあまりにも自分よりもお金の方がすごいみたいな感じで捉えちゃってるんで、でやっぱ使うこと、ビビっちゃってるんですよ、手放すことが怖いって思っちゃってるんですよね、だからどうしても手放せないから。 手放すことができないから体験することもできないんで、じゃあお金って何なのっていうふうになっちゃうわけなんですよ。本質がわからないんですよね。だから悪循環になってしまって、結局思いだけはね、願いだけは大きくなってくるんですよ。あんなとこ、家に住みたい、こんな場所に行きたい、ね、こんな自由な生活をしたいって思いだけは膨らんでいくんですけど、だけど実際じゃあそれを手に入れるために自分がね、ある程度お金の循環っていうのをね、えー、必要になってきた時に循環させるのも怖いですと言って、 結局自分のところでね、せき止めてしまうわけですよ。そしたらやっぱりお金って循環してこないですよね。使わなければ回っても来ないということなので、ね、お金のメンタルブロックの外し方っていうのをね、ちょっと今回話していったんですけど、ね、ちょっとね、あまりにも怖がりすぎないで、ね、お金っていうのは銀行口座に貯めといてもね、何の意味もありませんから、ね、例えば自分の成長に使う、ね、 自分が収入を伸ばしたいって思ってるんだったら、収入を伸ばすための成長。自分が成長しなかったら収入を伸ばせませんからね。間違いなく。今の状態のまま、ね、今の状態だから今の収入なわけですから、今の状態よりも収入をもっと上げたいっていうことであれば、絶対間違いなく自分を成長させていく必要があるってことなんで、ね、自己成長のために投資していくとかね、そういったことが必要になっていくんですけど、まあ、今よりも収入を増やしたいということであれば、まずはお金を、ね、使い慣れていくということですね。循環を怖がらない。ね、よくお金を手放して、 すことをね別に怖がらないようにしましょうとかっていう話があると思うんですけど、その本質っていうのはここなんですよね。うん、実際に商品サービスを体験してみると。で、まあ、今までのその収入の輪で、えー、扱える範囲の、まあ、日用品を買うのはね、別に全然慣れてますと。でも贅沢品とか高級品になると手が出ないんですと。そのままでいいですっていうんだったら変えなくていいです。だけど、変えたいっていうんだったらやっぱり今のそのは、ね があると思うんですけどその輪を大きくしていく必要があるね、大きなものを買ってみるとかそういうことをやってみて自分のそのねお金の扱える範囲っていうのをどんどん増やしていくと広げていくということによってそこに慣れていくのでねぜひちょっと試していただきたいなというふうに思いますはいそれでは今回の話がですねあなたにとって何かの良い気づきになったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いですでこういった動画をどんどんアップしていきますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします で、動画の下記にですね、メルマガ登録と公式 LINE の登録本ムがありますので、ぜひご登録の方よろしくお願いします。はい、それではあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。感謝いたします。